ご視聴ありがとうございます。今回も展示動画になります。すいません、短め展示動画が続いてますが、もうちょっとしたらいつもの感じに戻れるかと思います。はい、で今回の展示がですね、グッドスマイルカンパニーさんで月姫になります。月姫アピースオブブルーグラスムーンアルクエイドブルースタット、ドレスコード評価をまとうでいいんですかね。すいません、ゲームやってないのでわからないんですよね。まあ、よかったら見ていてください。で FGO とかもアーキタイプアースでしたっけ、ログイン勢というか、まあ、ほぼログインもしてない、あのソシャゲ容量やばいですよね。もう有名どころたくさんとか入らないです。はい、すいません、話それちゃったんですが、こちらの展示がですね、秋葉原の秋葉港ギャラリー展示になりまして、あのこの手前にダンジョン飯のマルシルのフィギュアがあったんですよね。で、まあせっかくなのでということでこちらも撮ってきました。で、まあゲーム未プレイなわけで話せることっていうのもないんですが、一応商品情報を軽くお伝えさせていただきますと、7分の1スケールになりまして、全高が 270mm で、お値段が定価 19,800円とのことです。で、まあ最近のグッズ産製品となりますので、ほぼ割引のない商品となってます。でしかもこれ最近受注締め切っちゃったんですよね。3月13日まででした。まあでもまだアミアミさんとかいくつかのお店さんでは予約は受け付けてるみたいですので、もしかしたら早めに予約っていうのはした方がいいかもしれないです。でまあ結構シンプルめな造形ですが、お値段2万円ということで、最近グズマさん安かったなっていう印象なんですが、これは結構しますね。まあでも2万円っていうのは他メーカーさんと比べれば全然普通ですけどね。まあ、ただ割引があった頃を考えてしまうと、もうちょっと安く買えたのかなとかも思っちゃいました。で、グスマさんというか、本当スケールフィギュアといえば、フェイトですとか、タイプムーンっていう、もう20年くらい永遠と出続けてますよね。人気衰えないって本当すごいなと思います。でまあ、私も全然詳しくないのであまり取り上げてきてないんですけれども、まあ、需要あるようでしたら今後も投稿はしていきたいなと思ってますので、まあ、よかったらご意見ですとか感想とかもいただけたら幸いですので、ぜひお待ちしております。でこちらのフィギュア、もう本当に締め切り多くなってきてるかと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらぜひ早めにお店さんチェックしてみてください。はい、では以上になります。今回はグスマさんで月姫アルクエイドブリュンスタットの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。